皆さんこんにちは、スマシ TV です。性加害問題に関する会見で注目を集めているジャニーズ事務所ですが、同事務所に所属する人気グループスノーマンが解散してしまうのではという噂があるのはご存知ですか？今回はスノーマンの脱退解散についての噂やファンの暴走や迷惑行為に大きな物議が出ていることについて調査しました。またジャニーズ事務所のジュニアとして活躍中のセブンメン侍が今後デビューできないのではと言われている真相や、とあるメンバーの彼女疑惑流出についても調べてみました。最後までご視聴よろしくお願いします。まずセブンメン侍のとあるメンバーの彼女疑惑や LINE 流出について紹介します。藤島ジュリー景子前社長の辞任によりジャニーズ事務所に大激震が走る中、SNS 上では人気ジャニーズジュニアユニットセブンメン侍の解情報が駆け巡っているといいます。一部ジャニーズファンの間で物議を醸しているのはセブンメン侍の菅田琳寧さんについてです。菅田さんと見られる人物が彼女に送ったとされる LINE のスクリーンショットが流出してしまったようなのです。そこにはブログに載せる写真はどっちがいいというメッセージとともに菅田さんの顔写真が2枚貼られており、続けて今月インテリアグッズ 4,5 点買っちゃいました、レイヤさんに推しの子をおすすめされてみました、4月は11日間連続お昼ご飯うどんでした、共演者からカレンダーっぽい洋服いただきましたと送っていることも確認できます。芸能記者によると、これはジャニーズ公式有料携帯サイトジャニーズウェブ内で連載されているセブンメン侍のブログ異端児日報サムライフへの投稿内容を彼女に相談した LINE と言われています。このスクリーンショットが撮られたのは4月27日と見られますが、実際菅田さんは同30日更新のブログでここに貼られた顔写真のうち1枚と近況を掲載していたんです。真偽は不明ながら SNS 上ではこの LINE を送った彼女は元ラウンジ上でジャニーズジュニアの集まる飲み会で菅田さんと知り合い交際に発展したと言われていますということです。ジャニーズウェブのブログはジャニーズタレントの近況や本音を知ることができるファンにとって貴重な場所となっています。ファンとタレントの交流の場とも言えるでしょう。その投稿内容を彼女にチェックしてもらっていたとしたら、ファンは少なからずショックを受けますね。 SNS 上でもブログの内容彼女に添削してもらってるのが嫌なんだけど、誰かに直してもらったブログは琳寧のブログじゃないよなど菅田に対する批判の声が多く飛び交っています。活動の裏側を垣間見ることができる場を純粋に楽しむことができなくなりそうで、知りたくなかった彼女疑惑情報ですね。また情報漏洩の疑惑も出ています。菅田さんにはセブンメン侍がデビュー組のコンサートのバックにつく予定であるという公になっていない情報を彼女に話してしまったという疑惑まで浮上しています。またファン界隈で取り沙汰されるセブンメン侍の解情報はこれだけにとどまらないようです。メンバーの一人がファンとつながっており、そのファンはデビュー組のタレントとも交流があるといった話も浮上していると言われているのです。全て真偽は不明ながら、ジャニーズタレントのかなり詳細な女性関係の噂がファンの間で広まっている状況にあると言えます。ジャニーズジュニアをめぐっては8月に美少年金指一世さんと那須雄登さんの流出騒動が勃発しました。金指さんは都内キャバクラで働いている20代女性ファンと親密関係であることが発覚しました。その女性がインスタグラムのストーリーズで限定公開していたとされる金指さんのベッド写真や2人の会話を録音した音声ファイルが SNS 上に流出してしまったのです。一方の那須さんは劇場の楽屋でシュークリームを壁に投げつけるという悪ふざけ動画が拡散されました。こうした事態を受け、ジャニーズ事務所は同18日公式サイト上で金指さん、那須さん、シュークリーム投げつけ動画の撮影に関わったとされる佐藤龍我さんに事実確認を行ったところ、3人が事実と認めたことを報告し、活動自粛などの処分は下されなかったものの、
美少年メンバー全員の謝罪文をアップしました。その矢先に今度は菅田さんの流出騒動が起こったとあって、ファンも呆れている様子とのことです。次にスノーマン解散の噂について触れていきたいと思います。噂の出どころは2022年のガーシーこと東谷義和氏の発言になります。次に脱退するジャニーズはスノーマン、ジャニーズ内部の人間など関係者4人から聞いた情報、現在ジャニーズ事務所が引き止め中、もし抜けなかったら引き止め工作がうまくいったということ。話の信憑性は定かではありませんでしたが、この暴露により脱退者が出るということは解散もありえると噂が広まってしまった形になります。ただジャニーズ事務所の引き止めが成功したかどうかは不明ですが、結果的にスノーマンは解散することなく現在も活躍しています。結局スノーマンの退所騒動は一旦落ち着いたものの、今回のジャニーズ事務所の騒動でついにいよいよ何かしらの動きがあるのではと退所の話が再燃している状況です。またガーシー氏からは脱退メンバーの名前は出されませんでしたが、脱退しそうなメンバーとして噂になったのは下記の4人になります。ラウール、モデル業に専念海外進出、目黒蓮、俳優業その他ソロでの仕事が多いため、渡辺翔太、歌割りパートが多くソロ活動が期待される、向井浩二、元キンプリ平野翔と仲が良いためです。特にラウールさんは脱退の噂が多く飛び交っているように感じますね。そしてスノーマンも 2B 移籍するのかという声が多く上がっていますが、真相は分かりません。そんなスノーマンですが、一部ファンがダブルダッチの大会で迷惑行為を働き話題となっています。彼らの冠番組それスノーマンにやらせてくださいは今年4月よりゴールデン帯に進出し、スノーマンが国民的グループになるためにも絶対に成功させたいところですが、ある番組内企画が物議を醸しているのです。6月より番組ではスノーマンメンバーでダブルダッチの大会に出場して日本一を目指すという長期企画を発表していました。9月15日の放送回で大会出場までの4ヶ月間の密着が2時間スペシャルで放送予定とも告知されていました。ところがこうした事前予告によって一部ファンは彼らがどの大会に出るか特定し始めたり、実際に彼らが出場する大会の出場者と思われる人物が X 旧 Twitter にスノーマンが参加することを投稿してしまったため、一部ファンが押し寄せる事態になったんです。バラエティ出場者の投稿では、明日スノーマン見れるんだった、それスノのスノーマンの話と番組や日程がわかる内容だったそうです。それにより特定されたダブルダッチの大会に集った一部ファンは、スノーマンの出番が終わると即座に出待ちに駆けつけたり、選手の撮影ブースでうちわなど推し活グッズを撮影するなど、他の出場者に迷惑になるような行為をしていたという。またスノーマンファンが大会観戦チケットを買い漁ったため、他の選手を応援したい人がチケットを買えなかったり、撮影禁止とされている中で録音写真撮影をして、それを SNS に載せている一部ファンもおり、盗撮ではないかとも指摘されています。現場に居合わせた選手の中には、スノーマンはかっこよかったけどファンの民度にがっかりしちゃった、今日来てないスノファンはそんなことないと思うから、一部の人のせいでスノファンを悪く思いたくないし、ダブルダッチの大会だからルールは守ってほしかったと投稿する者もいました。こうした事態を受け、ネット上ではそれスノはダブルダッチの大会にお邪魔する側ってことを分かってる、競技している人場所は尊重しないといけないでしょ、だからその会場のルールを守るのは当たり前、ダブルダッチの大会の件だけど、そもそもスノ目的で見に行ってうちわ出したり出待ちしたりするオタクが悪い、常識ないんかと良識あるスノーマンファンから怒りの声が上がりました。ジャニーさんの性加害問題で大打撃を受けているジャニーズ事務所ですが、
相次ぐ事務所タレントの流出騒動や不祥事、または一部ファンの悪目立ちで、さらに窮地へ追いやられるのでは、と言われています。ジャニーズ事務所の性加害問題や、前述した疑惑情報などに惑わされずに、純粋にジャニーズのタレントが活躍できるよう、これからも応援していきたいですね。ご視聴ありがとうございます。ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いします。たくさんのコメントや感想もお待ちしております。それでは、次の動画でお会いしましょう。